45口径3年式 12cm 砲は日本海軍が第一次世界大戦から第二次世界大戦にかけて使用した艦砲である。原型砲はイギリスの QF4.7 インチ砲、マーク砲で日本海軍では40口径や安式4インチ7砲や40口径四41式4インチ7砲として採用国産化されていた。暗式は 日清日露戦争の時期の主力艦最速射砲で41式は暗式の改良型で3年式は41式の改良型である1914年に設計され高風型駆逐艦、もみ型駆逐艦、峰風型駆逐艦、若竹型駆逐艦、上風型駆逐艦、六月型駆逐艦に手法として搭載された当初の正式名称は 45口径3年式4インチ7砲とされたが、1917年にメートル砲に準拠する12センチメートル砲に変更された。1921年には本砲を広角砲化した45口径10年式12センチメートル広角砲が開発された。1922年には本砲を改良した。 45口径11年式 12cm 砲が開発され、大鳥型水雷艇、千鳥型水雷艇、潜水艦、総海艇などに装備された。占い守る型解剖艦の建造時には退役した駆逐艦の方が流用された。砲弾は人力で装填され、20.3kg の榴弾、照明弾に加えて、1943年からは、 対戦団が開発された。ありがとうございます。